皆さんこんにちは。今回は間違い探しです。上下の絵で3箇所の違うところを90秒以内で探してください。それでは早速スタートです。1問目です。勉強のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。左半分に一つありますよ。終了です。答え合わせです。まず1つ目は、本が反対になっていました。2つ目は、真ん中の本がなくなっていましたね。そして3つ目は、ズボンが長くなっていました。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われています。2問目です。女性が成長するイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出しますよ。未成年の頃に2つあります。終了です。答え合わせです。まず1つ目は、幼少期のカバンが反対になっていました。2つ目は、セーラー服のリボンの色が変わっていましたね。そして3つ目は、スカートが長くなっていました。3問目です。ひよこの遠足のイラストです。違うところを3箇所探してください。
ヒントです。右半分に2つあります。終了です。答え合わせです。まず一つ目は旗についている顔がなくなっていました。二つ目は髪の毛が二本に増えていましたね。そして三つ目は手の向きが変わっていましたよ。みんな並んで可愛らしいですね。4問目です。夜のキャンプのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。上半分に一つあります。終了です。答え合わせです。まず一つ目は焚き火の火が消えていました。二つ目は山の影が変わっていましたよ。そして三つ目は水面に映る月の反射範囲が広くなっていました。これは難しくありませんでしたか？最後の問題です。どんぶりのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。青い丼に2つありますよ。
終了です。答え合わせです。まず一つ目は、この丼に海苔がかかっていましたね。二つ目は、お醤油の量が増えていました。そして三つ目は、丼の器の下部分がなくなっていましたよ。気づきましたか？それでは最後におまけ問題を出題します。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった方はコメント欄へ書いてくださいね。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。間違い探しは知の種のホームページで無料のノートレプリントとして配布しています。ホームページをチェックしてくださいね。コメントと高評価をお待ちしています。チャンネル登録もお忘れなく。